はい、皆さんこんにちは。小春子の木です。いつもご視聴ありがとうございます。本日は業界丸ごと下落中、利回り 5% 超おすすめ高配当銘柄と題してお送りいたします。まずは産業ファンド投資法人、証券コード3249に焦点を当ててみます。この銘柄、産業用不動産やインフラ関連の不動産に特化している点が大きな特徴です。産業ファンド投資法人の株価は現在12万円ほどで取引されています。リットの世界においてはこの価格帯はまだ手が出しやすい方ですね。特に注目すべきはその分配金です。利回り 5.4% という数字は投資の世界全体でも魅力的な部類に入ります。利益の大部分を配当に回すことができるため、このような高配当が実現されるんです。財務状況を見ると、産業ファンド投資法人は非常に安定しています。自己資本比率が高く、これは投資の安定性と持続可能性を示しています。安心して長期投資を考えられる要素の一つですね。この銘柄の大きな魅力はそのポートフォリオにあります。産業用不動産やインフラ不動産というのは経済や生活の基盤を支える要素です。これらは景気の変動に強く、安定した収益を見込める分野です。特に最近の物流需要の増加は産業ファンド投資法人にとって追い風になっています。株価の推移を見てみると、最近になって若干の下落が見られますが、これは短期的な市場の変動でしょう。長期的な視点で考えれば、産業用不動産やインフラ不動産への需要は今後も増え続けると考えられます。視点を変えると、資産3分法という考え方があり、これは現金、株式、不動産の3種類に資産を分散して投資するものです。ただ現物不動産への投資はリスクも高く、不動産そのものの価格も高いため、なかなか手が出せませんよね。そこで不動産リットはこの欠点を解消する不動産への投資先となり得ます。多くの種類の不動産リットに少額ずつ分散すれば、さらにリスクは下がりますね。それでは AI による株価の予想です。現在の株価12万1200円に対して、目標価格は16万2167円で、約 33.8% の上昇余地があります。不動産投資の入門として購入してはいかがでしょうか。次にイオンリット投資法人、証券コード3293についてお話しします。イオンリットは大規模商業施設や物流施設に特化した投資を行っているリットで、イオングループの下で運用されています。イオンリットの株価はこの半年ほどでかなり下落しており、現在のところ手頃な水準にあります。そして配当利率に注目してみると、こちらも 5% を超えて高い利回りを実現しています。財務についても触れておきましょう。イオンリットは非常に高い自己資本比率を維持しており、投資の安全性を高めています。特筆すべきはイオンリットが投資している物件の内容です。イオンリットはイオングループの商業施設を中心に高い集客力を持つ物件に投資しています。これにより景気の変動にも比較的強く、安定した収益を期待できるわけです。株価の推移を見ると、こちらも下落傾向にありますが、今後考えれば現在の株価はチャンスと言えるでしょう。それでは AI による株価の予想です。現在の株価13万1100円に対して、目標価格は16万2750円で、約 24.1% の上昇余地があります。安心して所有できる商業用不動産リットですね。最後に CRE ロジスティクスファンド投資法人、証券コード3487について深掘りしていきます。このリットは物流施設に特化した投資を行っており、近年の e コマースの成長に伴い注目されているセクターの一つです。CRE ロジスティクスファンド投資法人の株価は現在約14万円で取引されています。こちらもリットの中では比較的手が出しやすい価格帯に位置しています。こちらの配当利率も 5% 超と一高水準です。物流施設も安定した収益源とされており、高い配当利率を支える基盤です。財務についても触れておきたいと思います。 CRE ロジスティクスファンドも自己資本比率が高く、投資の安定性を示しています。 e コマースの成長はとどまるところを知らず、
物流施設への需要は今後も増加することが予想されます。トラックドライバーの2024年問題も常々話題に上がりますよね。株価の推移に関しては近年の市場の変動を受けて下落傾向にあります。中長期的に見れば物流施設への強い需要が背景にあるため安定した成長が期待できます。それでは AI による株価の予想です。現在の株価14万円に対して目標価格は193,750円で約 38.3% の上昇余地があります。インフラを支える物流への投資考えてみるのもいいと思います。今回の動画は以上になります。これからも投資に関する様々な情報を配信していきます。今後も継続して見てみたいという方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。また、今回の動画が役に立った、参考になった、面白かったという方は、高評価のボタンをクリックしていただけると、今後の動画作成の励みになります。その他、ご意見、ご要望などあれば、ぜひコメント欄にご記入ください。それでは、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。